ピッカピカのピッカピカです。使うときに気持ちいいくらいピカピカ。え、もうなんかね、当たったなんかめっちゃ止まるんですけど、めっちゃ止まる。あんこうさん、くまありがとう、ありがとうありがとう。家事は基本みずみん囲しちゃう。ゴミ出しは二人に任せてるけど、それ以外は私たちでやってるかな。うちの家も綺麗にしてほしい。 A、B も誰かにしてもらいたいくらい汚い。あ、こもちんさんありがとうございます。ちち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 。でも今日綺麗にしました。こんばんは。なんかめっちゃ途切れるね今日。うーん、絶対に目が悪くなったゲームのせいでドハマり中です。新しいゲームも入れて、そっちも面白くてね。やばい、そろそろやばい、セーブしなければ。でもやることやってるから大丈夫だよね。寝てるし、家事とかちゃんとできてるからゲームしても OK ってことにしましょう。こんばんは。私課金はしないですよ。ゲーム課金はね絶対しません。公演MC、映画を見に行く約束。そう、映画、のんちゃんと映画見に行く約束してて、でコッコも行って、コッコともはその話してたから、コッコとも行っていいって言われたから、年少組2人連れて映画見に行ってきたいと思います見たい映画があるんです。ポップコーン買ってあげるから呼んで。ポップコーン私食べない派なんですよ、ごめんなさい。ポップコーン食べない派だから呼ばない。どちらかというとチュロス派なんです。なんでノンココなんだよ、なんでだよ。引率の先生、そう、引率の先生してくる、ノンココの。飲み物だけ派。え、みゆも飲み物だけ派だけど、お腹空いてたらチュロス食べる派。チュロス50本買ってやるから。え、やった、太っちゃうよ次の日。みゆ顔こんなんだよ多分50本でも意外といけそう。チュロス50本は無理かな。一人だけ学割使えない、使えません。一人だけ大人料金。はあ、みお学生料金がいい。無理かな、無理ですよね。ガチャガチャ買ってあげるから呼んで。ガチャガチャ今ね、婚約ゼリーのガチャガチャしたくて、ね、探してる。映画を見終わった後のタイミングで売ってるポップコーン、え、安いの？そうなんだ。え、全然知らなかった。チュロスは安くならないんですか？こんにゃくゼリーじゃない、こんにゃくゼリーです。こんにゃくゼリー、え、こんにゃくゼリーって言ったわかんない。こんにゃくゼリー、チュロスは聞いたことない。チュロス、熱い。チュロスはチョコがいいかな。ココアだっけ、ココア派です。
この熱が治りません。悲しいだけ。熱っ、熱いな。25度寒いかな。27度でした。なんか美味しいチュロス屋さんとかないのかな。チュロスって映画館がやっぱり一番。あ、頑張ってくれてる。デデニーのデデニー。え、ディズニー行きたいけど夏は無理ってずっと言ってる。夢の国のチュロスって何味ありましたっけ。ミスドのチュロス、コンビニのチュロス、え、おいしい。みはサクって感じのやつが好きです。パンプキンチュロス、え、カボチャ味か。カボチャ味は私あんまり惹かれないんですよ。でも惹かれなくても食べたらおいしいってなる。シナモン、ハニー、チョコ、え、ハニー食べてみたい。ハニー食べたことないかも。み、外カリ中ふわ、そう、外カリ中ふわがいい。青山トロ、なんじゃそりゃ。青山トロ、チュロス屋さんですか。 USJ のチュロス食べたことないな。ふんふん、こんばんは。ミスドのハニーチュロスおすすめ。食べよう。そんな食べるじゃん。ユニバのめちゃくちゃ甘かった。え、ユニバ行ってみたいな。ユニバ行ってみたい。けどさ、多分私さ、夢の国行ったのドボンの1回だけ。そう、ドボンの1回だけなんですよ。自分で行ったことないんです。イーケンファンミの出店のところ、え、出店なんて出てたんだ。そう、ディズニー行って翌日コロナになりました。そう、今だからこうやって言えるけど、本当にね、うーうーってなってた。修学旅行だって。修学旅行はコロナでなかったんですよ、私たちの学年は。そう、コロナ禍の学生だったので。ディズニー行きたいって思うけど、なんか多分みんなが何なんでもない。あんま言葉がうまくなかった。ビュルレブパパブブルレチュロス、ブルレチュロス、美味しそう。ブルレ言えないね。ブルレチュロス美味しそう。難しいカタカナいっぱい。ブリュレ、ブリュレ、ブリュレが苦手かもしれない。いっぱいラ行ついてて難しい。カタカナが苦手なのかな。早口で3回、ブリュレ、ブリュレ、ブリュレ、ブリュ、ブリュレ、ブリュ、ブリュ、ブリュレ、ブリュレ、ブリュレが苦手。ラリルレロが苦手かも。ラリルレロ、ブリュレチュロス。
多分みんなもね言えないよザッハトルテ、ザッハトルテね、ザッハトルテ、ザッハトルテ、発音だから関係ない、関係ない、あ、そっか、はカタカナも日本語も発音一緒だ、そうだ、カタ日本語で発カタカナだ、確かにカタカナもひらがなも変わんなかった、昨日ドボンで対戦させていただきましたねえ、カタカナは日本語でした、こんばんは初回はザッハトルテやばいでしょ思い出深いザッハトルテだね、話し会で可憐なブリュレチュロス、え、披露してよ、てかさ、ここ引っかいたのさ治らなくてさ、どうしたら、なんでこんな治んないんだろう、なんかさ引っかき傷いっぱいあるんですけど、私悲しい、なんでこんなに引っかくなる、赤ちゃんかよ、赤ちゃんかよって感じぐらいで、なんか寝てる間によく引っかくんですけど、爪定期的に切ってるんですけど、なんでだろう悲しい、どんどん肌がポロポロになっていく、猫、猫は飼ってません、猫ちゃん、あ、猫ちゃん、猫ちゃんだったのかな、短い、長くないでしょ爪、親指の自分の爪の形ね、あんま好きじゃないんだ、みつみやほー、短い爪短い爪、手袋してね、手袋して寝たら手袋どっか行っちゃうよね、何回かやったことあるんです、私冬めっちゃ乾燥しちゃうからハンドクリーム塗って手袋して寝ることあるんですけど、3日も続かないね、好きと言ったら好きだと答えて、手縛って寝ればすっごいきつくない寝る時ぐらい自由に寝たいよ冬は乾燥するよね、でも夏もエアコンで乾燥したりするんだよね、結構寝る時以外は不自由なんですか、え、そんなこともないけどパッ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 、かゆ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 、今日って何曜日だっけ、曜日感覚が本当になくてさ、今日って何曜日ですか、日曜日が終わる、明日から皆さん仕事、
明日から仕事だよ、みんな、みんな明日から仕事だよみんな仕事か学校だよみんなみんな忘れないようにしてねでも私も基礎レッスンがあるよ。基礎レッスンがあるから一緒だよ、みんなと一緒に行動だよかゆかゆ、なんかかゆいな髪の毛が。あ、ヤマプヨさんありがとうございます。くまくまくま、ありがとう。仕事嫌だ、みんなみんな仕事嫌だ。頑張りましょう。私はこの前の前回の基礎レッスンが B 公演でお休みしちゃったから自分で振り起こししなきゃいけないんだけど、もう基礎練習の踊りめちゃくちゃ難しいんですよ。もうなんかダンス歴5年目ですかみたいな踊りなんです、振りが。もうね、なんか床使ってなんか足上げたりとかするやつなんですけど、それを前回休んだ時にみんなが進んでるから私は自分で振りを覚えなきゃいけなくて、それがとてもって感じ、難しい。なんかね、できないとね悲しくなるんですよね。だからね、それできそうなんだねどうなんだろう、できないと悲しくなるからできなきゃいけないんですけど、できない。元カレです的な、え、元カレです、うん、みたいな、よりももっと使うかな。本当に難しい、めっちゃ早いんですよ、もう曲と踊りがね。まあ、すごいこんな首がすっごい振り回されて、すごいね、かっこいい。先生が踊るとめっちゃかっこいい踊りになるのに、私が踊るとなんかすごい体に振り回されてるみたいになっちゃって、もうね難しい。なんか頭だけ先行って体ついていけませんみたいな感じになるんですよ。難しいです。だからそれを今から自分で振り起こししなきゃいけなくて、アイソレーションとかは最初の15分くらいだけ。なんかみんなができてて自分だけできないとさ、あーもう無理だってなっちゃって、なんかあー向いてないんだってこうどんどん下、ネガティブな下の方の気持ちにどんどんなっちゃうんですよ。だから一日でも遅れたら私は良くない方向に行ってしまうからだからね、やらなきゃいけないんだけど難しくてわかんない。自分もあるよね、あーもうダメだってなる時あるでしょ。
から今日は夜までやる。今日はいっぱい寝たから夜中まで、覚えるまで寝れま展開催されます。ででーん、いっぱいゲームしちゃったし、いっぱいゲームしちゃったからやらなきゃ。あくびは酸素が足りなくてもするよ。お話し会が今週末ですよね。やっとだね。なんか前回のお話し会から長かった。ここまで長かった気がするけど、そんなことないのか。日数的には前のお話し会。あ、そう、浴衣です。浴衣、髪の毛どうしようかな。うん、変える時間あるかな。なさそう。オンラインはあったけど、オンラインもちょっと前だった気がする。わわわわ、9とか。あ、そんなに経ってはいないんだ。そんなに経ってないんだ。オンラインももっと昔のことのように感じるけど。オンラインの時の浴衣と同じ。同じです。浴衣ね、別の浴衣もね、あの送ってもらったんですけど、それは来年とかに取っといた方がいいかなと思ったから、今年は同じ浴衣です。フェスト公演を挟んだだけ。そうだ、でもなんかそこがいっぱいあったから、いっぱいあったように感じるから。浴衣は最後の日、最終日。その前日は29日が雪ねコーデで、30日が浴衣です。あ、山ぷろさん、くまありがとう。くまくま、こんばんは。こんばんは。あいちゃんも浴衣。え、合うかな。時間あったら一緒に写真撮りたいな。浴衣着た方がいい。え、着てくれるんですか。着てくれるならぜひ着てほしい。浴衣メンバー多そう。多いかな。かさ、その日さ、お祭りあるんでしょ。いいな。お祭り行くんですか皆さん。一緒にいてくれたらリンゴ飴買ってあげます。リンゴ飴ね、私あんま食べたことない。ソララからもらったリンゴ飴は美味しかったけど、お祭りのリンゴ飴は食べたことない。なんか東京で大きいお祭りなかった？イカ焼きなんて売ってるの？美味しそう、イカ焼き。じゃあ 1LDK のマンション買ってあげます。お、それはそれはいいな。いいぞいいぞ。浅草の三社祭、三社祭り。そうなん、そうなんだ、面白そう。でもね、いけないな、お祭り。東京の三社祭り、
人いっぱいそうだから行けないや。多分人酔いしちゃうみ。北海道民の言う大きいお祭りってどの程度？あのね、どの程度でもめっちゃ混んでる時の渋谷よりも人そんないない人そんなにいないです。なんなら渋谷の方が人多いかも。わかんない。私の地元のね、一番大きいお祭りは渋谷よりも人はいないかもしれないな。全然前見えるし、全然余裕で歩けるから。苦しいって感じがない。しかもでもみんな来るんですよ。みんな多分市民みんな来てるから、大体の人は。だから絶対友達に会う。めっちゃ友達に会います。歩くたびに、来てたんだ、みたいなそんな感じえ、そこと組み合わせで来てたんだ、え、珍しいね、あ、ヤッホーみたいな感じ、そんな感じですフフ忙しいじゃん。そうそう忙しい。それが楽しかったりするよね。え、組み合わせわかる？なんかお祭りになったら、え、そこと来て、そことよく一緒にいるっけみたいなさ、ところとさ来たりするよねこっそり付き合ってるカップルに遭遇する、あるある。あー、いたな、あったな。え、待って待って待ってってなるやつで、その次の日の学校とかで、あのめっちゃ問い詰められてるのとかね、面白いどっちから誘ったんだろう。確かに、しかもさ、それがさ、人づてに聞いたりする。なんかさ、え、ね、見た見た見た、何々と何々一緒に行ってたの見たとか、え、見てないんだけどって、え、どこどこに行ったよみたいな、じゃあ行ってくるわみたいなあったりしたわ学生あるあるですね。夢の国で起こるの？夢の国で遭遇できるの？すごい。みんな見つけれるの？友達、夢の国で。青春だね、本当に。夢の国は必ず。そうなの？マジ？すごっ。すごい、夢の国で会えるんだ。制服ディズニーってどう思うか。制服ディズニーいいね。会ってみたいものだよ、夢の国で。お友達に。でも私絶対気づけない気がする。あとね、一回面白いことがあったの、お祭りの時に。なんか、知らない人に、おーみたいに言われて、おーみたいに言われて、で、なんか流れが、その、進む流れが早くて、で、私も、おーみたいに言ったけど、お互い、え、誰？って一瞬になって、あの、お互い、え？みたいになって、で、うん、なんかわかる、うん、なんかわかるよねみたいになってお互いこうやって通り過ぎた時ある。あのその後、誰みたいになった。え、なんかいつか会ったことあるよねみたいなだってめっちゃ面白かった本当にね、なんか面白かった、あの時多分あっちも
多分私に似た誰かがいたんでしょうね。会ったことがあったんだと思うんだけど、あっちからえおなんか誰かわかんない人でおヤッホーみたいに言われて、私もなんか流れでさ言っちゃうんですよ。あヤッホー、うんうん、あうん、あバイバイみたいな。私ね未だにわかんない、誰誰だったんだろう。めっちゃ面白かったな。お祭りってそういうのあるから面白いですよね。本当に面白い。誰だったんだろう。元気かな。元気か。いやいたずらっぽくもなかった。本当にお互いに多分ね間違えただけだったと思う。いたずらするような人じゃなかった。面白かったな。え絶対あっちも私の存在も覚えてないよ。えマジで一瞬だったもん。それぐらいの私絶対人違いでやっちゃっただけ。本当に面白かった。知らないんだけどみたいな。面白い。気まずいね。でもそれぐらいさ友達に会うんからみんな周り見てるんですよ。すごい。だから友達の友達とかも見つけられるもん。あ何々ちゃんの何々ちゃんだ。あ何々ちゃんの何々ちゃん、え噂で聞いてた何々ちゃんってこんな可愛いんだとか、あやっぱ実物めっちゃ可愛いとかなる。言われる側じゃないんじゃない？わかんない。わかんない。マジで地元のお友達みんな可愛いんですよ。地元の同学年の子、本当にみんな可愛いの。高校の時とか、もう天国だった可愛い子ばっかり。え私かなり可愛い、え私かなり可愛い、え私かなり可愛い、あかなり可愛い、お調子乗るなよって言われた。え可愛い、あ可愛かったかも、あ可愛かったかも。可愛かったかも。うるちゃん、あん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 ばあばあばあば、ありがとう。ありがとう。黙ってればって、黙ってればって言わないで。いいねお祭り、地元のお祭り行きたいけどさ、コンサートがさコンサート付近だから帰れないよ。そりゃそれ帰れないです。無理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 、帰れなかった。今年は無理です。こんな可愛い子いたんだって思ったよ。え？いっぱい歩いてるじゃない可愛い子。リモート祭り、あ確かにいいかも。地元のお友達にテレビ電話してもらって見せてもらうか。友達も友達と回ってるのに迷惑だね。虚しくならない。そうだね、確かに確かに虚しくなるかも。ヨーポンさんありがとう。
そんな悲しいトーンで言わないでじゃあコヒちゃんがリンゴ飴食べたいって言ってたから、コヒちゃんとリンゴ飴食べようかな。何もなかったら買いに行こうかな。私が買いに行って二人で食べようって言おうかな。私もリンゴ飴食べてみたい。あとはきゅうりの漬物買って、芋餅作って焼きそば弁当作ったら完璧じゃないそこは焼きそば弁当なの、あれです、地元ってことで、北海道ということで焼きそば弁当でいきましょう。食べ過ぎ？え、でもお祭りってそんなもんじゃない？そ、結構食べるくないですか？お祭りの屋台のと別物？え？お祭りの屋台の食べ物？キュウリは遠慮します。嫌いなんだ嫌いなんだキュウリ。芋餅食べた。え、美味しかったでしょ？どこのだろう。もし北海道で芋餅が売ってたらぜひ食べてみてください。北海道の芋餅食べてほしい。どこに、お祭り以外に売ってるのかな。パーキングエリアとか売ってるのかな、わかんないけど、ぜひ食べてみてね、見つけたら。蜜？私は蜂蜜で食べたことない。甘じょっぱいタレで食べるんだよ。ハメの時食べて美味しかった？え、美味しかったでしょ？美味しいでしょ？美味しいんですよ。ハチミツも美味しいんだね。ハチミツ食べたことなかったな。居酒屋とかにあるんだ。あ、そうなの？分かんない、居酒屋分かんない充電がないぞ。チーズと合う。あ、チーズ芋餅もあるんですよ。チーズ芋餅とか普通の芋餅とかがあって、私はね、普通の芋餅を食べるときもあるし、チーズ芋餅を食べるときもあります。どっちも美味しいよ。揚げ芋もある、あるけど、私は芋餅派だったから揚げ芋は、ね、あんま食べたことないんですよ。揚げ芋美味しいですか？もう私そんなにさ、芋がそんなにさ好きなわけじゃないから、芋餅はなんかお餅っぽくて芋美味しいけど、芋って感じのあんまり食べられない。だからね、北海道民だけど、なんか芋をさバターで食べるやつあるじゃない？よくたまよくってか家でさ、お昼ご飯に、あ、そう、じゃがバター、お昼ご飯にいっぱいお芋、なんかご近所さんからいただいた時とかによくじゃがバターやったりするんですけど、お昼あんまりね食べられなかった。すぐお腹いっぱいになっちゃうとか、すぐね飽きちゃうんですよ私。そうだから、じゃがバターあんまり得意じゃなくて。芋祭りがお昼に開催される、じゃがバター祭り。ジャガバターに明太子乗せて食べる。え、明太子、そう、あの皆さんからいただいたたらこがさ、思ったよりもめちゃくちゃ多くてびっくり。だから今ね、今開けた、今解凍したのはたらこだから、たらこレシピ何かあったら教えてください。めっちゃ美味しいたらこ。解凍できました。パスタとおにぎり、おにぎりいいね。なんか明太子だったらドリアとかグラタンとかにできたりとかするんですよ。やっぱパスタにしよっかな。あとなんか卵焼きに入れると美味しいみたい。
緒じゃね、え、まあ、一緒あ、ヤスさんありがとうございます。ちち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 ありがとうございます。餅と合わせてグラタンに入れると美味しいよ。じゃあ入れよ、食べよ、グラタン作る。でもグラタンって何で作るの？マカロニ？お豆腐グラタンにしようかな。今日は自炊がめんどくさくてパスタにしましためんどくさくなっちゃった、いっぱい動いた、家事したらめんどくさくなっちゃって。お豆腐グラタン、そう、お豆腐グラタンです。豆腐グラタンはね、作るのが簡単みたい。混ぜるだけっていうのをよく見るから作ってみよう。レシピ分かりやすかった、よかった。アンダーの余裕が、アンダーの余裕が気持ちとか生活に余裕が出てきて、自炊が最近できるようになったので、何か作った時はレシピたくさんメールで送りたいと思います。ヤマピョンさんありがとうございます。タコー、人間的に成長してる？いや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 、まだ2日目くらい。でも続けていけたらいいな。あ、コンサートの練習はもちろんちゃんとしますよしつつも、でもさ、そのさ、アンダーの時はさ、何個もありながら、これやりながらアンダーの練習とかだったりしてさ、2つとか書かれてたけど、コンサートはもうコンサートって感じだからできる。早くあんかけチャーハン作んないと。でもあんかけチャーハンってさ、材料をさ買いに行かなきゃ、そう、材料買いに行かなきゃいけないんですけど、スーパーまで行くのがめんどくさい、すごくしかもスーパーのアイスが食べたいのに、スーパーからお家に帰ってくるまでに溶けちゃうじゃないですか。それってどうしたらいいんだろう。みんなどうしてますか。レジ並びながら食べ、海外ないよそれ保冷バッグ、あ、確かに保冷バッグとかあればいいのか。私がタクシーやります。え、やってくれます？タクシーお願いしていいですか。え、ドライアイスもらえるの？そうなの？でも保冷バッグ持ってない、買えばいいのか。保冷バッグ買うチャンスか。スーパーのアイスは安いからスーパーで買いたいけど、スーパーまで今日行く勇気がなくて、暑くて、今日はコンビニでいっぱい買いましたコンビニでいっぱい買っちゃった。最近気づいたらアイス2個食べてるんですよね、毎日。びっくり、今日も2個食べてた。今で全力ダッシュ、ダッシュしてたらなんかさ、溶けるのとさ、ダッシュしたさ、この振動でぐちゃぐちゃになりそう。コンビニ高いよね、コンビニのアイスそう高いんですよ。
夜お買い物すればまだ解けないかも。そう、夜お買い物もいいんだけど、私ね、夜さ、夜ってなんかすっごいゴキブリいません？なんか最近道路歩いててもめっちゃゴキブリいて、もう夜は絶対家にいたいと思って、夜今日も暗くなる前に家に入りました。マジで怖い、本当にゴキブリ怖い、マジで本当に本当に嫌なんです私、本当に無理。なんでいる、な、本当に無理なの、本当に。なんかもう私の生活に支障が出てくるぐらい本当に無理なんですよゴキブリ。外でも無理だし、家にも絶対入ってきてほしくない。もうなんか本当に心臓に悪いからやめてほしい。もう怖い、本当に。夏はもう、な、東京に住んでる、東京の夏は多分寿命が縮むんじゃないかってくらい本当にビクビクしながら家に帰る、家にてか外歩く時がもうビクビクしながら歩いてるから、もう外に出るのも勇気がいる。よし今から外に出るってなるから本当に心臓に悪い。そう、北海道は出ないからもうね、恐怖なんですよ。電車内にいるの？え、無理なんだけど、もう怖い。なんでどこにでもいるわけ？もうさ、いるなら一箇所に固まっててよって感じ。将来北海道に住もうかなね、本当に。私もね、早く北海道に行きたい。だって私が進路を選ぶ上で東京は絶対にないと思ったってか、北海道から出ないと思ってるよ、ゴキブリがいるからなんですよ違う、ゴキブリが出るのを知ってるから絶対に北海道で考えてました、進路を選ぶ際。まあ今いるんですけど東京。それぐらい本当に私の中で、私のもうトップ9に入るぐらい虫が本当に無理なので、自分の人生動きに左右、本当だよ、本当に左右されるの、本当にね、本当にそれぐらい本当に虫が苦手なの。笑い事じゃないぐらい本当に無理なの。群れで飛んでくるとか、今日、え、もう私生きられないかも。ネズミもやだ。ネズミなんてさ、漫画の世界だけかと思ったよ。こっち来てびっくりしたんだけど、ネズミ、ネズミが歩いてる、びっくりした。ドラえもん、ドラえもんの世界に入ってきたのかと思った。本当にネズミもびっくりするよね。ネズミもさ、なんかめっちゃもう猛ダッシュでさ横切ってくからさ、怖い、びっくり。もしこれ私がさ早歩きとかでさ歩いてたらさ、ネズミぶつかっちゃうよ、みゆにって思って。え、ネズミ捕まえたことある？本当？見たことなかったんだけど、びっくりだよね。避けますよあいつら。え、避けてくれる？あ、本当？それ聞いたら安心かも。あ、ゲンゲンさんありがとう。チチ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 、ありがとう。
の方が怖い。いやそれはそうよ、クマの方が怖い。ギリギリになっちゃったからミラボールで許して。全然いいのに、ありがとう。皆さん夏頑張って乗り越えましょう。いつまで、いつまでさ、ゴキブリの時期。冬は出ないよね。いつまでですか。あと何ヶ月私は我慢したらいい。57分ありがとうございます。10月。長いよ。避難したい。私あれでもいいですか、冬に出てくるアイドルとか、冬に上京するアイドル。本当に怖い。家の中ではまだないんですけど、あの家の建物内にはいる。夏は北海道を拠点として活動とか。ダメですか。6回以上、6回以上無理だよ。無理無理無理。理由は G です。まあそんなことはないです。皆さん一緒に乗り越えましょう。ということでライブランキングを見ます。はい、15位、ジェイタッキーさんありがとうございます。14位ミンミンありがとうございます。13位サトシックさんありがとうございます。12位アンコウさんありがとうございます。11位アニーちゃんありがとうございます。10位リョーポンさんありがとうございます。9位ガミさんありがとうございます。8位ウルちゃんありがとうございます。7位マイちゃんありがとうございます。6位オペラさんありがとうございます。5位オサさんありがとうございます。4位ヤスさんありがとうございます。3位インバルスさんありがとうございます。2位サーヤちゃんありがとうございます。1位はヤマピョンさん、ありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。明日から仕事だよみんな。最後に嫌なやつ。はい、では明日も一緒に頑張りましょう。今日も一日お疲れ様でした。こっちこっちです。では皆さんおやすみすみ。明日も頑張ろうね。バイバーイ。恨まないで。切ります。おやすみ。